サントホアの戦いはフレンチ・インディアン戦争の期間中の1760年4月にカナダのケベックシティで行われたフランスとイギリスの戦闘である。ケベック奪還を試みたフランスがイギリスに勝利した。エイブラハム・平原の戦いでフランスは敗退しモントリオールに退却したがなおもイギリスに味方から包囲されていた。ケベックの奪還のためにもまた イギリス軍指揮官のジェームズ・マレーの新しい要塞の計画を止めるためにも兵器を準備して行動に出る必要があった。しかも雪が完全に溶ける前、セントローレンス側から氷が消える前にマレーの最新装備の駐屯部隊に一泡吹かせるつもりだった。イギリス軍指揮官のマレーにはフランス軍の半分の軍ほどしか兵がおらず、しかも長い冬の間に解決病で弱っていた。 大砲を多く装備しているとはいえ、フランスと一戦交えるのはかなり大胆なことだった。フランスの将軍、フランソワ・アガストン・ドレビの指揮下の兵は5,900人とも言われていた。一方、イギリスの方は3,000人だった。兵力はフランスがはるかに優勢だったが、大砲はわずかに3台であった。両軍は前年に続き、再びケベックの西のエブラハム平原で、 合間見えた、マレーの3886人の兵は、銃の正規兵部隊と混成系不評隊、そしてレンジャーズの2つの不評中隊だった。戦場をすべて埋め尽くすために、通常の肘と肘が触れるほどの並び方ではなく、2層式で前後3歩の間隔で縦に整列した。部隊と部隊の間には37メートルの距離があった。系不評隊は右翼を守った。 整列した順に、右から左へ、第48不評連隊レジメントオブフット、第15不評連隊、第58不評連隊、2列目が、第60不評連隊、第43不評連隊、第47不評連隊、第78不評連隊、そして第28不評連隊がいた。また、3列目の、第60連隊は、左翼の予備隊だった。の援護として、 20代の大砲と2台の榴弾砲があった。この時のイギリス軍をある軍曹はこうを記録している。イギリス軍隊は解決病にかかり餓死しかけた惨めで愛むべき一握りの骸骨であった1760年当時のケベックこの時点でフランス軍がまだ配置についている最中であるのを見てマレーは相手の準備が整う前に攻撃を仕掛けることにした。 イギリス軍が進撃してくるのを見て、レビは右翼の三列に配置した旅団をシレリーの森に交代させた。この時、左翼の方はまだ整列が終わっておらず、イギリスの軽不評隊はフランスの敵団兵部隊を右の風車小屋の外に追いやった。マレーは予備隊である第35不評部隊にその場を任せ、イギリスの右側の守りを立て直した。しかし、風車小屋 軍を再集結するレビーギリスの左の部隊が取りをいくつか奪った時レビは右翼の隊と共に力強い反撃を加えたマレーは最後の予備隊である第三大隊の第六十連隊を送り込んでこの反撃を止めようとしたまた中央から四十三連隊に攻撃を命じたがレビはほとんどそれを無視したマレーは 自軍の左翼の守りに入ったが、結局この部分で大きな損害をこむり、フランスの突破を許した。イギリス軍の陣形は左から右へと崩壊した。後になってレビは、ケベックからイギリスを追い払うつもりだったが、運悪く敵を逃してしまったと言い張った。イギリスの右翼にいた旅団の一人が迷走し、命令通りに正面からの攻撃をする代わりに、左翼を助けるべく突っ込んでいった。 この戦闘の開始直後では多くのイギリスの大砲がフランスの攻撃に圧力をかけていた。しかしフランスは前進によって弾みがつき、しかもイギリスの大砲は弾丸切れの状態になった。マレマイナスが人形を前にやるよう命令した時には弾丸運搬の荷車は雪の中に渦も入れてしまった。イギリスは自分たちの大砲を使い物にならなくしてから廃棄し、 退却した。式典が行われる、サントフォアの聖堂イギリス軍の戦死者は292人、負傷者が837人、そして捕虜が53人で、全部で1182人の戦死傷者と捕虜が出た。フランスは833人で、戦死193人、そして負傷者640人だった。第15不評部隊は、 階級を問わず836人の兵のうち138人、34%が戦死した。フレイザー・ハイランダーズの主官は4分の3が戦死、もしくは負傷した。サント・フォアの戦いは、カナダを舞台とした戦争の中で最も殺伐としたものの一つだった。レビは、その後、兵力の弱いイギリスに対して法囲戦に出た。 フランスからの援軍をも当てにしていたレビは5月15日の夜に艦隊の音を聞きつけ確認したところそれはフランスではなくイギリスの艦隊だったフランス艦隊は前年秋のキブロン湾の海戦でイギリスに粉砕されていたのだ風が悪くなったレビの軍は5月末にモントリオールに退却したその年の9月ヌーベルフランス総督ボードル・イユは モントリオールで降伏した。1995年以来、サントフォアでは毎年4月にこの戦いの記念式典が行われている。ありがとうございます。